歴取りの学習会をしていただけるということで、急遽開催することになりました。私もちょっと不勉強で、今日は一緒に勉強させていただこうと思っているので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。今日の主催を務めさせていただく、子どもたちの放射線被曝低減化を推進する盛岡の会の代表の中山と言います。よろしくお願いします。紹介いただきました青木と申します。今日は18日でしたかね、18日だったと思うんですけども、大阪で住民活動請求をしまして、その後ちょっと記者会見をして、喫茶店で何か話をしてた時に、ちょっと下話的にはやっていただいてたみたいなんですけども、岩手県に行けっていうことで、はい、わかりましたで、皆さんから、大阪の皆さんからですね、寒波を募って、で、ということで、はい、問われない、状態で、はい、それだけだから大阪の人たちはですね、宮城県が止まりましたよね。で、宮城県は北九州が、かなりですね頑張って、で、北九州だけではなくて宮城県でも住民活動請求やるっていうような、そういう両方の、瓦礫を回収する側、被災自治体の側と受け取る側の自治体、そのコンビネーションでですねうまくいったから、大阪もそれに真似てっていう、真似師なんですよね。大阪の人たち、関西の人たち、そんなことで来ました。それで、もう皆さんもご存知だと思うんですけども、ここのところですね、瓦礫の問題っていうのが、ものすごい勢いで動いています。いい方に動いてます。それで、最初にですね、瓦礫攻撃処理をめぐる状況ということで、具体的にどういう動きがあったのかっていうのをですね、皆さんの、お手元に、この間ちょっと書きました、資料にしていただいてるんですけども、1ページ目、2ページ目ですね。すでに中継始まっているんですけれども、本日は瓦礫の広域処理問題につきまして、環境ジャーナリストの青木寿さんを、盛岡にお招きして、といいますか大阪の有志の方々がですね、青木さんのこういう学習会のために旅費などを寒波で集めてくださいまして、支援をいただきまして、岩手に今回お呼びできることになったという経緯があります。全国のこういう瓦礫問題、放射能問題で活動してらっしゃる市民の皆さんの本当の善意でこういった勉強会が開催できています。ありがとうございます。すでにもう学習会始まってるんですけれども、本日、中継を担当します。よろしくお願いします。今日の学習会は、昼の部が、2時スタートしまして、予定では4時半まで、あとは夜の部として6時からまた2時間ほど取っているんですが、内容としては、昼の部でこの瓦礫の広域処理問題、これまでの処理をめぐる状況ですね、これまでの経緯ですとか、公になってきた問題点、大阪の方の受け入れ状況の問題とか、さまざま最新情報も含めて
青木さんからお話を伺います。で、夜の部の方では、具体的なもっと質疑応答ですね、あとは例えば、住民監査請求など行政側にこう情報を提示してもらうための具体的な活動などについてのお話になるということです。ですね、ちょっと今日はいつものデモとは違いまして、講演会なので、本当はもっといい機材でしっかり画質音声ともにしっかりお伝えしたかったんですが、ちょっと人手が例によって足りないので、いつも のスマートフォンでの中継になってしまってます。音声が拾いにくいところとか、あと、画質が悪くてズームの処理などもできないので、ちょっとお見苦しい点があるかとは思いますけれども、できるところまでちょっと頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。全国で戦われてきましたので、そこの様子を少し聞かれて、今回、どういうところにその来ているのかという。で、これはですね、私の方はですね、多分日本 の住民運動、こういう江戸時代だとかですね、そういう時代まで遡って、住民が国家権力と、国家権力が1兆円近い予算を組み立てて、でやろうとしたものを、もうほとんど今ほとんどですね、瓦解させつつあるんです。こういう戦いはなかったんじゃないかなと、有志である。でただやってきた人たちが皆さんあまりそういうふうに 思われてないん で実は皆さん方の努力によってですね、でそこまで、来たんですよというようなお話をちょこっと差し上げて、でその上で、まだ、岩手県中心に少し残ってるわけですけども、それをどういう形で、今ちょっとネットワークが不安定ですと出てますので、映ってないかもしれない。音声は届いてるかな。住民監査請求の意味っていうのはどうなんですか。ネットワーク環境の問題で映りが悪いかもしれません。で、途中途中で、質疑を入れていただければいいかなとは思うんです。そんな形でちょっと、話を進めさせていただきたいと思います。で、まず最初に、ガルキ攻撃艦を巡る状況ということで、このレジュメに沿ってだと話していきますけれども、まず経過なんですけれども、1月の10日に、北九州市で、北九州市に、瓦礫は、去年の8月の31日だったと思うんですけど、本格的に受け入れの契約をですね、宮城県と岩手県がやりまして、で、2万3000トン、当初はここに書いてるように資料なんかで28万トンということで言われてた。大体いつの間にか量が減ってですね、2万3000トン。で、ただ、2万3000トンは、去年の9月から、今年の3月31日までなので、その後も続けるという話になってたわけですけども、もうそれは、おしまいにすると。2万3000トンでおしまいになりますよという。で、これは皆さんから言うと、もう本当に急にですね、こういう話が出てきました。で、ちょうど宮城県のホームページを見ましたらですね、ちょうどこの日に北九州だけではなくて、東京と茨城、あれ宮城県っていうのから瓦礫はもっとあちこちに行ってたんじゃない
かなというふうに思われると思うんですけども、もうすでに去年の8月の7日にですね、それまで16都府県に持っていくって言ってたんですけども、もうこの北九州、東京都、茨城県に絞るというふうになってたんです。だからその頃から私の方はもう瓦礫の攻撃化というのは崩れつつありますよということを全国に発信してたんですけども、とにかく残っていた、北九州、東京都、茨城は、全部今年の3月31日で終了する。つまり25年度はからはもう広域化は宮城県はやらない。でこれは宮城の、朝日新聞が可燃物については広域化終了というような見出しで、流します。河北新報は、1年繰り上げという1年繰り上げって言ったって普通の皆さんは何のことか分からないですよね。1年いや2年間かけて、瓦礫の攻撃化皆さんにお願いするって言ってたのを1年繰り上げたっていう。じゃあもっとすっきり新聞だったら 見出しで分かるようにですね、朝日のように、瓦礫の攻撃化もこれで終了というふうに書けばいいのにですね、今になってもですね、つまり戦争が終わったって言ってる時だってですね、戦争が終わったっていうことを言わないんですよね、新聞がね。まあそういう2番目にそういうことで、3番目はですね、この岩手県発の、じゃあ岩手県発はどうなってるかっていうと、岩手県発はですね、まあ主に、大阪、静岡で、埼玉、富山で秋田で、それぞれまあ違うわけですよね。大阪には野田村、静岡には山田と山田町と大津町で、埼玉は、埼玉どこ、あ、大阪は今、宮古です、ごめんなさい、大阪は宮古で、埼玉は野田村、富山は山田町、秋田は野田村という、こういう形で、持っていくという話になっていた。その一つである野田村で、野田村もですね、当初というか、去年の5月の21日なんですけども、その5月の大きくですね、瓦礫の問題では去年の5月21日に発生量の見直しをします。発生量の見直しをしています。で、5月21日に環境省の リサイクル対策部がですね、今後の広域化についてっていうのを発表しています。それで、8月の7日に環境省が工程表というのを発表します。広域化の推進についてっていうのを大きな流れがあるんですけれども、この広域化の去年の5月の21日まで、静岡は 7.7 万トン、埼玉は5万トン、富山は5万トン、秋田も5万トン、大阪が、17万トンでしたかね、というふうに言っていたのが、この去年8月7日の工程表の時に大阪は 3.6 万トン、静岡 2.3 万トン、埼玉は1万トンにすでに変わってます。
それで多分ですね、事業をやってる人はこういう話を聞くとですね、もうこれはただならないことが起こってるなっていうのをすぐ見通せるんですね。だけどまあ受け入れ側の例えば大阪にしたって静岡にしてもですね、まあこれ 3.6 で4分の1だとか、3分の1だとかっていうふうに なってもまだ 2.3 万トン来る、まだ 3.6 万トン来る、まだ1万トン来るということで皆さん心配しててですね、そういうところまでなんで減ったのっていう、こういう問題を考えるときですね、常に全然別の視点で考える必要があって、全国の自治体でですね、真面目に本当にですね、被災地の災害復興が遅れるから受け入れようということで考えてた人たちはですね、これは怒っていい話ですよ。あなたとか5万トン回すから、で5万トン来たってちゃんと、受け入れてやる用意をしていたのに1万トンしか起こさないの、それとおかしいんじゃないの、なんで1万トンになったの、うちにもっと持ってきてくださいよって。で、大体ですね、こういう物事の契約においてですね、1割、2割減ったっていうのは話は聞きますよ。8割減ったんですよ。そしたら普通は、その計画を本当にちゃんと組み立ててたの？なんで1万トンになったのっていうことを言わなきゃ。だから僕静岡の学習会ではですね、こういうふうに言ってました。これが5月の21日から8月の7日の2ヶ月半ぐらいなんですよ。2ヶ月半で5分の1になったので、あと2ヶ月半経つと、さらに5分の1になって25分の1になりますよというふうに言ってた。で、普通の人たちはそういうふうに考えますよと。小学生、中学生にこの話をしたら、そういうふうに考えますよ。冗談に言ってたら、ここに書きましたように、野田小田がですね、工程表で埼玉県に持っている野田小田は1万トンにして、9月の6日に、去年の9月の6日にですね、実際に本格的に焼却するということで持ち込み始めたわけですね。そしたら9月の6日に持ち込み始めて2年間かけて1万トンを処理するって言ってた。そしたら去年の12月の26日もう25日までにですね、終わりましたいう発表するわけです。えってこうみんなびっくりするわけです。なんで終わったんですかって。よくよく計算してみたら1000トンしかありませんでした。1万トンのさらに10分の1なんです。で、僕が言ってた、もう本当に冗談で言ってた話がですね、本当その通りなんです。この去年の5月の21日から言うと50分の1なんです。で、なんでこんなことになったのかっていうのは、まあニュースなんかでは大枠ですね、土砂がついたからって言ってで、新聞なんかもそういうふうに書いてる。新聞なんかもそういうふうに発表してる。だけど、バカもね、休み休みに行ってほしいよと。これは、土砂に木くずがついていたんで、木くずに土砂がついてたって言えないでしょ。木くずの量の9倍量の土砂があったって言うんですよ。だから土砂の中に木くずがあったんでですね、木くずを運ぶ、木くずを計量したって話じゃないわけ。ものすごいことが行われて、もう、従ってですね、
まあ、この問題だけで、大体大きくは全部終わっていくんだろうなと思ってました。で、昨日ですね、昨日僕のところで静岡の人から電話かかってきまして、静岡新聞で静岡の方ももうおしまいになる。で、静岡は先ほどちょっと言いましたように、やっぱり静岡は山田町と大津市なんでですね、これで、山田も終わる、埼玉県では野田村も終わるっていうことなんで、当然埼玉には持っていかないけど秋田に持っていくよっていうような、持っていこうにももうなかったんじゃないのっていう話になってくるんですね。今の話を聞いていても、1万トンの予定が1000トンになっちゃった。で、あと宮古だけですよね。だけど宮古もすごく変な動きをしてるんです。もともと東京に持っていってる。で、去年の7月にですね、東京に持って行ってて、東京で処理してたやつをストップして大阪に持ってくるんです。つまりですね、この瓦礫の問題を見ていくと、被災自治体で、公益化に協力するっていうところも全部の市町村が協力してるわけじゃないんです。野田村なんていうのは最初の時点で言えば埼玉秋田で10万トンでしょ、10万トン木くずがあるって言ったんです。それはさっきちょっとお話しましたよね、埼玉関係は1000トン。とにかく住民の皆さんがきちっと監視をし始めたんでですね、これは実態に沿った形で収束が図られつつあるんですけども、監視がされてなかったな、どうなってるか分かんない、例えば1万トンの木くずって言ったら我々想像つかないでしょ。で、1万トンっていうのは本当にまだわずかですからね。宮城県なんかは600万トンだとかそういうあれですから、で、まあとにかくそんな風に音を立てて崩れるようにですね、広域化、先頭走って、まずだけど広域化は そもそも当初400万トン広域化するって言われました。で、そのうち344万トンが、宮城県、約9割ですね。で、1割が岩手県って言われて、つまり広域化を環境省と一緒にですね進めてきた宮城県がもう収束するっていうことは、結局広域化自体はもうおしまいなんですよ。だから我々は言ってるのは、岩手県はですね、そんなにどうもそんなに積極的じゃなかったみたいなんですけども、それがいつの間にかですね、一番最後に残るっていう感じになってですね、ババ抜きのババが引かされる感じになってるわけですよ、岩手県知事が。だから早くですね、もうババに抜かなきゃいけない前にですね、ババって言ったらおかしいわけだから知事にしておりますから。ジョーカーをですね、いいって、僕はこのままだともう本当にあれですよ、あなたが一番悪いんだみたいな話になりかねないから、早く幕引きした方がいいんじゃないか。で、収束理由の本当の理由ということをちょっと一番下に書いてみます。これちょっとですね、これを書いてるやつをそのまま読んでいきますと、まず宮城県は沿岸の12市町村から、事務委託を受けました。これはどういうことかというと、瓦礫はですね、
その発生した市町村が処理しなきゃいけない廃棄物処理法で、ゴミはですね、発生した市町村が処理しなきゃいけないっていう6条の、廃棄物処理法の6条の2項に書いてる。でそういうものとして一般廃棄物っていう位置づけされてる。だから第一義的には市町村が処理するということが第一義。これはあの後で住民監査の時にあの聞いてきますんで、あの市町村が処理するという、それでその市町村がもちろん今回のような災害の中でですね、事務的にも職員もろともですね、津波で持っていかれたような市町村もあるわけで、市町村だけで、事務的にも処理できないところについては県に委託をするという。で県が、じゃあどういうふうにやりましたかというと、宮城県の場合4つのブロックに、石巻ブロック、渡り名取ブロック、気仙沼ブロックで、あと、宮城東部ブロックみたいな感じで4つのブロックに分けてですね、でそのブロックごとにどこの業者に頼むかみたいなことをやっている。まあ、あの宮城県の場合の特徴というのは全部建設ゼロが日本有数のですね、例えば石巻だったら鹿島建設だとか清水建設なんか中心に作った鹿島 JV っていう、その建設ゼネコンに、まあ、委託をする。ほとんど丸投げですよね。で、4つのブロックともですね、あの特徴は建設ゼネコン。で、なんでこれ廃棄物の話なのに建設ゼネコンに委託するのかっていうと、これは、復興に今後つなげていくことがあるので、まあ、建設ゼネコンにお願いするんだという、そういう説明がなされています。まあ、いずれにせよ建設ゼネコンにあの委託されていた。で環境省の広域化政策ではですね、架空の瓦礫を掲示をし、そのまま広域化が進められれば JVA の支払いと広域化への支払いが二重に行われることになっていた。これは、どういうことかと言いますとですね、宮城県の例えば石巻ブロックは市町村が800何十万トン瓦礫が発生したんです。で200数十万トン市町村で処理をした後に685万トン宮城県に処理委託した。ところがですね、宮城県はこれを鹿島建設のほか、9社、8社か9社ですね、の JV に業務委託します。委託した数量を、僕らは情報開示請求で取りましたが、685万トンに業務委託してる。業務委託したのは2011年の9月の16日で、この後に国がですね、2011年の11月の21日に瓦礫の、第三次復興予算、これで3000何百億円やりまして、その時に広域化の予算も組んだ。その時にこの石巻ブロックベースになっている、あの
広域が宮城県は、344万トン、全体で400万トン、岩手県が、57万トン、まあ、これで合計で401万トンなんですけど、ね、約400万トン。でその宮城県は344万トン、外地広域化しますよと、それに飾り費用を予算化したわけですね。予算化したときに、これ石巻でいうと、293万トン、石巻ブロックから広域化に持っていきますということで予算化する。でこれをまあ僕らが見つけた。で、あの事業やってる方はすぐお気づきになるんですけども、鹿島に業務委託したということは、もう宮城県がですね、石巻ブロックの瓦礫で1トンたりともですね、宮城県が自由になる瓦礫がなかった。なかったのに国家予算組むときにそれをベースに予算組んでる。じゃあどうするつもりだったんだろう。例えば皆さん、あの685万トンって言ってて分かんないの。685万トンって言ってます。685万トンって言っても分かんないですよね。これがね、これとここからここまでが685万トンって言って分かんないじゃないですか。これ293万トン広域化に持っていく、広域化に持っていくのは計量されちゃうから分かっちゃいますよね。で、大体例えば北九州なんかの場合 7.7万円かかってるんですよ、1トン当たり。だから、この約3万トンでやるとですね、2000億円以上、もしそのまま我々が反対運動しないでですね、そのまま公益化が進んでいれば2000億円の金が使われています。じゃあ鹿島には685万トン約束してたわけです。これ削られるんですけども、鹿島が黙っていれば、あるいはあの鹿島さんに685万トンですよっていうふうに渡していってですね、鹿島は自分たちが作業する分、減る分はどっちかもないじゃないですか。685万トン、これは2000億円なんです。これは鹿島が引き受けたのは1トン当たり2万円です。2000億円。ちゃんと払う。まさに国家予算の、差しですよね。で、こういうことが行われてるっていうことを、我々が気がついた去年の6月から7月です。で、まあ、環境省サイドでも、当然そういう、モーニングバードだとかですね、そういうので、本当にモーニングバードは、こういう観点からじゃなくて、宮城県として、本当に、自分のところで処理できないのか。去年ですけど、そのモーニングバードは去年の4月の19日か20日のモーニングバード、19日だったね、モーニングバードで宮城県のこの瓦礫の問題をやってる課長さんにそういう、取材したらですね、別に外に持っていく必要はないですと。もうおっしゃってた。でそれから1ヶ月の後にさっき言ったその見直しっていう瓦礫の見直し、つまり これを解消するためにはですね、鹿島との契約変更をして、でフリーに宮城県がフリーに使える瓦礫を
行動してもらってっていう契約変更しないと。ところが契約変更するって言った時に、なぜ契約変更するのって話が出てくるんで、多分見直しだとかっていうので、いろいろやりだしたんじゃないかなと思ってます。それは当事者がですね、今後警察に捕まってですね、洗いざらい白状しないと。そこらのだけど、もう数字の上ではですね、こういう矛盾が出てきてた。で、多分今までのなんとか義務っていうのがありましたけども、こんな事例は初めてなんで。まあそういうことがあったので、この事実、このレジュメの方にこの事実が住民サイドに明らかになって、行政にも通知してですね、やっていた。で、僕らは通知を出してですね、この宮城県発の、これは今石巻ブロックで、ちょっと代表して言いましたけども、その他のブロックも全部ゼネコンに丸投げしてました。石巻に344万トンですね、行き先は全部決まってる。だから石巻ブロック、石巻っていうか宮城県としてですね、もう どこへ持っていく、こういう機械持っていくのはなかった。で、それでもし契約をそのまましたらですね、当然二重契約になるので、それは犯罪行為になるんで、宮城県にも通知状を我々は持っていました。あるいは受け入れの自治体、今もう受け入れやめましたって言ってるところも含めてですね、持っていてですね、それを受け入れたら宮城県の犯罪行為に加担する共犯行為なんだろうっていうのことをずっと言ってます。そういうことがある。そしたらですね、3番目、2番目に書いてあるので、公益化を進めるためにはゼネコン JV との契約を変更する必要性が出てきた。だけど、さっき言ったように、理由なく変更するわけにいかないために、発生料の見直しを行った。で、そうした中で、多くの自治体ではですね、被災地では瓦礫の処理が進まないので広域化で引き受けてほしいと言えなくなる。これをちょっと皆さん考えていただきたいんですけども、宮城県発は16都府県に持っていくということになる。で、持ってこられるところはですね、当時全部自治体ごとに説明会やってたんです。説明会には市長さんが出たりとか、そういう形で説明していくわけです。その時にですね、自分が説明してるって瓦礫の処理困ってるんですって言わなきゃいけない。だから皆さん助けてあげてくださいって。だけど今インターネットの時代だから、みんな知ってるわけですよ。こういう困ってないじゃないと、もうゼネコンに全部丸投げしてるじゃない、我らのところ持ってくるのあるのっていう質問出てきたら、説明できないじゃないですか、市長さん。普通の市長さんだと。だから今回僕はあちこちに回ってですね、北九州行ったり、静岡、富山、面白かったのはですね、うちの市長ほどひどい市長はないって言うんですよ。いや、向こうが言ったらもっとひどいって言ってますよって。いや、うちのが一番ひどいんだって言うんですよ。もっとそういう人が手を挙げてた。こんなですね、普通に考えたって道理立たないです。僕は静岡で授業やってる人がパッと僕に言ってくれたんですけどね、鹿島もなんかいろいろややこしくてやってるんじゃないかなっていうふうに普通は思っちゃうわけですよ。だけど
鹿島の立場に立って考えても何て言われたんですか。685万トンのね、外気の処理を引き受けてですね、2000億円の事業をやるわけですよ。嬉しい話じゃないですか。それが、どっかに持っていかれるって話になったら、鹿島は普通だったら黙ってないですよ。せっかくあれですよ、入札で取ったわけですよ。まあ、プロポーザル審査っていうわけですよ。でも、ものすごくおかしいことが行われてたわけですよ。確信もなくなった。それで8月7日の環境省の4番目ですけれども工程表の発表では宮城県初の孤立化の対象は北九州、東京都、ね、数字が表してたのはその2つだけであと茨城だとかっていうのでちょこっと書いてたんですけれども、まあ実態見たら茨城なんかでも 0.3 万トンなんでもう本当にあれですよね、北九州と東京都だけになるとですね、もう北九州はとにかくあれなんですよ。もう大変な人なんですよ。もう評判が悪くてですね。だから、その宮城県発、北九州と東京都っていう話になっちゃうと、あれなんで、茨城も入れてみましたけども、とにかく他のとか、全部消えてで岩手県初もさっきちょっとお話しましたように量がガクッと減ってる。で5番目、さらに北九州市他への攻撃が進めるにあたってゼネコン JV との契約変更が行われた。これは9月にあったんですね。去年宮城県議会に、提案がなされて、で変更が行われました。でその変更を行われた、数字がですね、一番裏表紙の1枚めくっていただいて、11ページ、裏表紙が8で、その裏が12ページになってまして、裏に11ページってあります。11ページに書いてる表を見てください。これが宮城県の石巻ブロック、去年の9月に契約変更しないせざるを得なくなった。ただその契約変更の内容はすごいんですよ。変更前と変更後と増減ってこれ書いてるんですけども、木屑をちょっと見てください。変更前115万トンって言ってた。それが変更後4万トンです。でこれ僕の方で去年の11月か12月頃ですね、木屑が100万トンなくなったっていうのをバーッとインターネットで流したの。100万トン100万トンです115万トンで、この、石巻ブロックはさっき言いましたように鹿島 JV が落としたんですけど、プロポーザル審査っていうのは普通入札っていうのはですね、金額で争うんですね。金額が低いところが落札するわけですね。でプロポーザル審査の場合は地元での雇用をちゃんと考えてるか、あるいは環境への影響というのを考えてるかっていうことを考えて進めるというふうになってるんですね。それで鹿島が、先ほどら言ってますように石巻の場合は鹿島が落札してたんです。で鹿島が、落札するにあたって計画書っていうの、この瓦礫の処理の計画書っていうのを出した。計画書の中で一番運搬だとかそういうんで大変だったのが10トントラック毎日20台木くずをですね粉砕して、まあ木くずとしてあるわけじゃないですよね。こういう樹木の角材だとか、あるいは建物で倒壊した建物の柱材ですね、柱材、そういうものも持ってきて、
で粉砕して洗って木くずにしていくっていう、そういう処理をしていくわけです。それで粉砕したやつを運ばなきゃいけないね。あの所定の保管場所だとかそういうところ運んでいくとかっていうことをやっていく。そのために計画ではですね、10トントラック20台走らせなきゃいけないっていう計画になってた。で、その鹿島は先ほど言いましたように一昨年の9月16日にもう契約が終わってるので、10月からですね、その事業に入ることになってた。にもかかわらず1年経ってですね、115万トンと言ってたのが4万トンしかなかった。でなんでなくなったんだって僕担当者に聞いた、宮城県の担当者に聞いたんです。そしたら発酵だとかですね、そういうのをして、発酵って分かりますよね、堆肥発酵して消えたんだってこんなことあるはずないじゃないって言ったら、いや実際にあちこちに木くずの山あって火事になったりしてる。もしね、発酵で普通ですね、こういう木だとかそういうのを埋めて、だいたいこういう、有機物の場合はですね、あの木なんかの場合は埋め立てた時では十数年かかるんですよ、腐敗して消えていくのに。でそれがですね、発酵して1年、1年じゃないんですよ、実は。彼らは、この計画変更を発表したのは、去年の9月。で、工事に入ってからもう1年経って。だから1年経ったから発酵って言ってますけども、ね。もう、おととしの10月から作業 やってるわけです。作業やってる時はまだ1ヶ月、まだ2ヶ月、まだ3ヶ月。あのよくあれですよ、あの理系の話でよく、 あのよくあれなんですよ、あの慌てる人間がよく間違うのがですね、時間の計算できないっていうのがあるんです。今1年経ってるから発行していい、ね、本当に発行条件、特別な発行条件やってたら消えるかわかんないですよ。1ヶ月2ヶ月でそのまでやったって消えることないわけです。だけど115万トンが4万トンしかなかった。もともとなかったって言ってるんですよ。だけど器物にするためには処理処分してるんです。これはこういうことだったんだろうなと思ってます。廃棄物っていうのは、廃棄物と市場流通してる商品との違い、なんか分かります？市場流通しているものは、まあ、有価物っていうんですけども、あの有価物っていうのはですね、まああげるじゃないですか。そしたら僕代金もらうんですよ。それがまあ、あの価値物だから、これあげました、何もなくてもらったら嫌だよ、なんかまた後でいろいろ言ってくれるか分かんないっていうもんなんです、有価物ですから。それで廃棄物っていうのはですね、手をかけないと、あの価値物にならないんです。あるいはその手をかけないと無害化するとか、そういうものにならないものを廃棄物。これ逆優勝っていう言い方、あのお金をかけないと、お金をかけないとそのままではですね、廃棄物例えばあなたいろいろお世話になったからいっぱいこれゴミをあげますって言って喜ぶ人いないじゃないですか。あんたこれどうしようって、これまた車で運んで、お父さんに置いておくから要するにみんな押し付けるわけです。ほんで、そういうものとして115万トンあったわけでしょ。だけど、
さっき言いましたように粉砕して木くず状に洗って木くず状に処理すれば今度はストーブバイオマスの燃料だとかストーブのチップ材だとかそういうのになるわけです。油化物になる。でこの瓦礫のこの契約の中でも処理していく中で油化物が見つかったときにはいわゆる金属類だとかそういうのもありますね。油化物が見つかった場合はこの請け負っている業者さんがそれは打ってですね、とりあえず打った代金はこちらが支払う代金から引きますよという契約になった。木くずも油化物に途中からなったの。油化物になったら売れちゃうの。売れたのをごまかした。110万トンの4万トンになったときに111万トン。これだけでも大変だな。で、本題的にはその表の象形で、木くず、混合物、コンクリートくず、アスファルトくず、金属くず、で、685万トンあった。それが見直したら310万トン。なんかすごい話ですよね。見直してですね、55% 減ったって。で、津波堆積物を含めたら約 85% 減ったって。何をやってるんだろうって。これ全部税金で使うんですよ。そういうことが、そういうことが要するに、だんだん分かってきて、で、さっきのレジュメに戻りますと、2ページのレジュメに戻りますと、北九州市北海道のポイントを進めるにあたって、ゼネコン全域との契約の変更が行われ、瓦礫の総量が 55% 減、くずが 97% 減、ということで、発生量がそもそも見直ししてですね、発生量そのものが減ったって言ってるんですけど、それではほとんど説明できない。で、しかも、新たに結んだ北九州との契約は、形の上ではどういう形態を取ったかっていうと、685万トンのうちですね、310万トンに減らしましたので、少し宮城県が自由にできる瓦礫は少し持つことができる。それが2万3千トン。それを北九州に持っている。で、北九州は 7.7 万トンだったかな。そうするとですね、宮城県はどういうことをやったかというと、鹿島には約1000万トンで2000億円だったので、1トン当たり2万円で契約してた。その契約を解除して、北九州に1トン当たり7万円のですね、7万7000円の新たな契約をしたんです。ものすごいことをやりました。安く契約してるのを解除してですね、高い契約に移した。だからその時に何のために北九州に持っていくんだっていうのに宮城県に聞きましたらですね、宮城県何て言ったと思います？感謝だ。何の感謝だって言ったらですね、瓦礫の攻撃家なんてみんな嫌われてて住民から反対運動を受けたのに、ね、体を張って北九州は、ね、瓦礫の攻撃家の九州みたいなそういうところにあるのに旗振ってくれた。その感謝が被災地で処理できないからっていう話じゃないわけです。でその時に僕はちなみにですね、普通
この間選挙ありましたけども、総選挙。あの議員さん、議員さんもお見えになってますけども、議員さんはよくご存じなんですけども、あのお礼は賄賂って言葉なんです。行政がやることは、きちっと理由立てがされていれば、別に感謝も何もないんですよ。それが本当に必要だ、必要なことだというふうに説明されればですね、みんなそれを納得して、あの予算として通っていくんですよ。まあ、あのそのことが実は今私がお話ししたようなことを宮城県の住民監査請求で出していった。で、行政っていうのはですね、この間あの大阪で、女性の方と石脇さんという方だったかな、で下地さんが、代表になって住民監査請求やってくださった。で、下地さんは、阪南大学ですかの、准教授の方でその時にお聞きしたらですね、公共経営っていうか、要するに公共経営ってあの自治体の経営だとかなんか の専門家なんですよ。だからおかしさってものすごい分かっちゃいますよね。まあ、あのそんなことがあります。で、まあ、住民監査請求を去年の11月の30日にしてですね、どんなにですね、ひっくり返っても、どんなに逆立ちしても、宮城県は今回やったおかしいことに対して説明できないだろう。すでに契約してるやつを、契約、議会通さないで、議会通す前に、北九州で契約したこと自身がもう法律上の違法行為だし、で契約変更したとしても自治体はですね、地方自治法で2条14項、最初の経費で最大の効率を得なきゃいけないということになっていて、それに反するような安く契約を済んでるのを高い契約を済んでるようなこと自体は許されないんですよ。で、まあ、11月の30日に住民監査請求を出しまして、大体60日以内にこれは返答が出てくることになってるんですけども、だからまあ1月の末には出てくると思うんですけども、普通ですね、まあ、こういう今住民監査請求をあのやりますと意見補助ってできるんです、まあ、文章で書くっていうのはなかなか大変じゃないですか。で文章に書いた時に、書いて住民監査請求をやった時に言い足りないとこもあるんで意見補助ってできるんです。でそれは意見補助をお互いにして、で行政がもすると、でそれの補充の意見はどんな内容なのかっていうのをお互いに聞いてですね、行政はこういう考え方なんだなっていうことを、まあ、理解していくっていうか認識していくっていうのは、そういうのが あるんですね。で意見補充は住民側はやったんですよ。で行政もやらなくて、行政側を傍聴したいって言ったら行政がありませんって言うんですよ。で今回の問題で、住民監査請求で、宮城県の、まあ、責任者の人にちょっと電話かけて、文書出したんですかと。行政は文書主義なので、こういう主張を住民サイドからこういう監査請求があったと、おかしいということがあった、それに対して反論の文書を出されたんですかって言ったら、監査委員会、住民監査っていうのは行政の仕組みとはちょっと違うんです。監査委員会って全く別個に、そうですね、行政がやってる
あの契約だとか財務会計上の問題が正しく行われているかっていうのを監査する方法ですから全く別個の質問で、その監査委員に呼ばれて、いろいろ説明しましたっていう、いや聞いてるのは文書出したんですかって、文書出してない、多分あの答えられなかった、答えたら嘘つくことになるし、全く恥ずかしい話をしないといけない、そういう中でその北九州が終わっていったというのがあの経過です。それと岩手県はここに書きましたように、あの宮城県とちょっと違います。まだね、あの岩手県の方が僕なんか見てて、真面目にやってきたんだなっていう感じはしました。当初ね、それで宮城県の場合はですね、もう瓦礫の量を全部ね、3年以内に見て3年かかるで処理してくださいって、全部ですね、全国に委託してた、業務委託してたわけですけど、宮城県の場合は単年度契約で、広域化と県内処理っていうのを並行にしてですね、まあ、県内処理が進まなかった時に広域化の方に持っていくっていうようなあのニュアンスを残して、で、大体その瓦礫の処理に対して地元の施設を使うというのが大体基本になる。で、どういう施設を使うかというと、焼却施設、清掃工場の焼却炉で余力があるところを使います。あるいは新日鉄が、ガス化余裕を新日鉄は商売してますよね。で、そういうんで休業してるやつがあるので、それも使います。あとは、岩手県内のセメント工場、太平洋セメントだと三菱マテリアル、そこも使いますという感じで、ちょっと違いましたよね。で、契約金額でいうと、さっき言いましたように、宮城県なんていうのは石巻だけで2000億です、ね、もう事業やってる方はもうびっくり予定するぐらいの金額ですね。だけど大体数十億です、ね、2桁違います、ね、岩手県の場合で。ただここへ来て、先ほど言いましたように野田村の数字がなんで、数ヶ月でですね、10分の1になってしまったのかという、これ1ページの、下の方、岩手県野田村っていう、そこちょっと見てほしい。岩手県野田村が、まあ、瓦礫の処理量が減ったから、2年かけて1万トンを処理すると言ってたのを、去年の9月の6日に契約をして、12月の、1ページです。1ページ目のここなんです、ここの、はいはい、1ページ目の、ちょっと下から見るのは14年です。要するに瓦礫の処理量が減ったの で、じゃあなんで減ったのかという、で計算が間違ってたんだという、で計算はなんで間違ったのかというの理由を書いてるんです。でその理由はこういうふうに書いてる、比重が予測より低かった、木くずがありました、この木くずは、要するに測るときに、溶石で測るしかない傘、
で傘で運んで、ここでまあ積み重ねられていったときに3メートル1メートル高さ1メートル3、1高さ1が30米で、30米で比重が1だったら3トンという計算の方法をやっていくわけで、その時にこう書いてるんですね。10米あたり 0.55 トン、要するにまあ1トンですよ、簡単に言っちゃえばね。10米あたり1トンということは比重が1ってこと、比重1あると思ってたら 0.25 から0.30 しかなかったんですよ、比重がね。だからこんだけの傘があるから、そこに積み重ねられた拡大だとか中大は、だいたい1トンあると思ってたら1トンがなくて、その4分の1から3分の1しかなかったんだと。で、中材拡材の山があって、その山は下の方まで中材拡材が溢れてると思ってたら、よくよく見たら下の方は土砂だ。だから計算間違えた。あるいは混合物、混合物っていうのは可燃物だけじゃなくて、いろいろなものを、不燃物だとかいろいろなものが混じり合って、山のように積み重ねられて、まあよくそのテレビだとかそういうので、こんだけの瓦礫があっていう山を我々は見せられますよね。あの中の大体1割が可燃物だろうと思っていたら、1割もなくてですね、2.5%、 その4分の1だったという減り口をで答えてる。それで大阪のですね、松下君が向こうに電話をかけて、まあ、いろいろやり取りしてたら、自分たちは環境省の比重1っていうのを使っちゃって間違ったんだとか、で実際にそれは業者に委託して量の見積もりやってるんですよね。で委託した業者は野田村だけじゃなくて、当然県外委託してるんですが、あちこち全部測ってるんです。そしたら皆さんちょっと考えてくださいね。この彼らの言う通りだと確かに10分の1になるんですよ、ね、そしたら今例えばさっき出てたですね、山田にしたって宮古にしたって全部 今の数字を10分の1にしなきゃいけないんじゃないですか。測るのは同じ業者が測ってるんです。で間違ったのは同じ基準で間違ってるわけでしょ。だからこれはですね、傾き落ちたと思ってるんです。間違って10分の1しかありませんでした、それはこういう理由です、それはその通りでしょうと、我々もそういうふうに思いますよと。そしたら同じ間違いでやってるんだから、今たくさんあるっていうのは10分の1しかもうないんじゃないですかと。そしたら広域化する必要ないんじゃないですか。で僕の場合はこの話が入った時に岩手県に電話してですね、野田村であったことは他でないんですかって聞いたんです。まあ普通はそういうふうに考えるんですよね、普通の世の中も普通の人は野田村は何か知らんけど特殊な測り方をする人がいてですね、こういうことになったんだっていうんじゃなくて、普通は他でもそういうことがあったんじゃないですかって聞きますよね。そしたら何て答えたと思うかな。今見直し中ですって言ったんです、うん、だから大阪はその話を受けましたよ。今見直し中だから早く見直しをしてくれと。見直しした してですね、もうこういったのは必要ないっていうこと、早くそのことを見極めてから大阪でね受け入れるっていう、そういうことをちゃんとやってくれと。いうのが大体あれでですね、もう多分
多分ですね、あのここまで来るとこれあの静岡の人たちともずっと話をしてたんですけれども、あるこういう行政とのやり取りの時にですね、ある大きな枠を超えて数量の問題になってくると、もう貸しますよと僕は言ってたんですが、なんでかっていうとね、数量の問題になるとごまかせないんですよ。数量以外にですね、なんでこんなことやったとか、あんなことやったとかっていうですね、あの今の役所の人たち天才ですから ね、 ね、昨日は言ってたことと 100% 違うことを言ったって、なんでそうなったのって言ったらへりくつを言っちゃいますよ。で世間の人はそれほとんどですね、分かんなくなっちゃうんですよ。だから僕はあの多分振り込み詐欺あるじゃないですか、あれはあの昔役人やってた人たちがそこであの陰でですねやってるんじゃないか。天才的ですよね、はい、相手にね、ばあちゃん僕だよとか、僕だよ、ママの僕だよどうせ分かんないだろうってちゃんと分かってる。だから振り込め詐欺がないように、あのそれが大体ですね、今外役の保育官の状況で、もう一回まとめますと、とにかく宮城県は、収束宣言します9割で、その本当の理由はもともとですね、やってはいけないで、岩手県も埼玉は野田村ですよね。で静岡は山田と、大津市、これ収束宣言、これ、まあ、まだ新聞の情報で静岡県のホームページはまだ出てないんですけども、今日あたりに出てるかは分かんないですけども、はい、でもう岩手県ももう一押しすればっていうところに来ています。でこれはやはりこの1年ぐらいですね、まあ、あの皆さんがいろんな形で情報を入手したり、お互いインターネットで情報交換したりということで、ここまでようやく到達したんだなというのが、まあ、報告するちょっと、情報です。ちょっとその第一に注目としてそれでもし、あの今の話の中でちょっと何か質疑がありましたら、はい、いかがでしょうか。住民監査請求というのは、はい、これ県の当局に、はい、あの行うものですよね。はい、で、大阪だとかその、宮城ですか、はい、でもやってるみたいですけども、はい、どういうふうな、そのなんていうんですか、具体的にどのような、はい、あのことを監査請求というかするんでしょうか。あのまあ、あの住民監査請求はですね、よくあの我々も行政といろいろ行政が、まあ、消極建設をするとか、うん、あるいはあのこういう環境問題、人間と住む上の問題なんかで、あの行政と対応したときに、まあ、ひどい答弁をしたときに、あの監査請求で訴えてやるよとかよく出てくるんですよ、まあ、裁判で訴えてやるよとかって出てくるんですけども、住民監査って普通の住民監査っていうのはあの財務会計上の問題だけなんですね、取り扱えるので、まあその延長上で契約も取り扱えるんで、例えば
環境問題でこういうひどいことをやってるからということで住民監査で訴えるということはできないんです、基本的に。ただですね、それは裁判に訴えてくださいっていう話になってくるんですけども、行政がやったことに対して住民が異議申し立てしていったときに、何でも裁判 OK よっていう話になると裁判所はもう満杯になりますよね。それでですね、一つのルールを作ってるわけです。どういうルールかっていったら、普通の市民、普通の住民が、行政を訴えるときにまず住民監査請求をすると。そうすると住民監査請求は60日以内に返答、監査委員は返答を出さなきゃいけないってことになってて、実際は大体60日かけるんです。で6、みんな頭きてるじゃないですか、訴えてやるぞって言ってて、まあ住民監査請求やるとするじゃないですか、60日経つわけです。そうすると頭も冷えてくるわけですよ。あの問題にちょっと裁判を訴えましょうって言って、あの問題って何の問題だったのかっていう、場合によってはそういう話を。それで結局関所にしてるんです。その代わりに住民監査請求をくぐってるとですね、裁判を訴えられるという無条件。まあ裁判所で例えば行政が何か我々が見てひどいことするなって思ったときに、裁判所を訴えたときに一番最初に問題になるのは原告適格って。原告適格、原告として資格を持ってるかっていう。その原告適格っていうのは住民監査請求をやると得られるんです。でそういう意味で、住民監査請求からきちっとやっていくっていうのはですね、行政側としては裁判に確保しなきゃいけない。監査にも変なあれを下ろせば、それを条件にして自分たちが満足する回答が得られなかったときは裁判に訴えるで、ただ住民監査は基準から言うとですね、裁判の場合は法律違反が要件になってくるんですけども、住民監査の場合は不当って我々が見ておかしいよっていうことがあれば住民監査請求できる。で却下されれば、門前で却下されたって何したってそれは裁判のための原告適格を生むことができる条件にはなる。でまあ、今回宮城県のやつなんか見ててですね、行政は我々は例えばインターネット上でいろいろこういう話に伝っていろいろ飛び交ってるわけですね、情報が。で住民サイドから言ったらそんなもん常識じゃないかっていうことを行政に言ってくるとですね、そんな知りませんでしたって言われたらそれまでなんですよ。だけど、ちゃんとこういうふうに住民監査請求ということで、ちゃんと出しておくと、これ知らないというふうには言えない。だから今回のようなひどい話があったときは、かなり効くんじゃないかなとは思ってたんですけど、かなり効いたかなと。なんつったってですね、住民が行政がやることに対して、抗議をするって言ったときに本当は議会がありますよね。だから議会で陳情だとか請願出して、議論してもらって本当に調整発信やっていくっていう、あるいはそういうふうにやるために議員さんがそういうふうに動いてもらうためにいろいろ住民サイドで学習会やったり、チラシを巻いたりとかいろいろデモをやったりっていうことで、そのここにこういう問題があるということを知らせているということになりますよね。そういう一つだっていうね、一つだっていうふうに思っておいて、ただとにかく資料
もう否定してると思うんですけど、かなりきっちりした形で やっていくことになるんで、我々運動やってる側もですね、政治できることになりますし、まあ、こんな問題あるかなと。例えば今回大阪で出したジュリカンさんの場合は、なぜ出せたかというとですね、さっき言いましたように、今回の瓦礫の問題は、市町村に市町村に処理権限が、まあ、ありがたくないですよ。それぜひうちにやらせてくれっていうことじゃなくて、自分の町から発生したゴミは自分の町が市町村がやらなきゃいけないという取り決めになった。それでだけど自分だけでは処理できないやつを委託した県に。これは事務委託。そしたら県がこれを、まあ、今回の大阪なんかの場合、大阪府に処理の委託をします。瓦礫を焼却して埋め立て処分してください。処理の委託を、大阪府がこの委託を受けて再委託、運送事業者と大阪市、大阪市は前島工場って言うんです。前島工場で、大阪市には、焼却処理して、で焼却剤出てきますから、それを埋め立て処分してくださいっていうのを大阪府が再委託、委託されたのは再委託で、運送業者にはですね、岩手県から大阪市の前島まで運んでくださいっていう再委託をする。ところが法律ではですね、今回普通はこういう再委託って、その一般廃棄物、市町村が処理する一般廃棄物については再委託っていうのは禁止されてるんです。なんで禁止されてるかっていうのは、ちょっとまたこれも考えていただきたいんですけども、ね、まんま受け下請けってどんどん行ったら、ね、結局、そういう仕組みを残しておいたらですね、結局市町村から委託するときに、中間マージンがものすごく増えちゃうから、高くなるわけ。だから市町村が管轄する一般廃棄物については、再委託は禁止してる。つまり、できるだけ最初の経費でやるようにっていう。ところが、今回、瓦礫の問題については、再委託までは認めましょうということになる。ただ、再委託はダメですよってなる。ところがですね、調べてみたら、大阪市がですね、焼却しますよね。焼却剤を埋め立て処分所に、どこのメーカーに頼むのか、民間業者に頼んでしょ、契約書があった。埋め立て処分所は大阪市が管理しないで、管理会社がまた業務委託で、なんで委託しなきゃいけないかって言ったら、それは放射能汚染物を含みますよね。要するにサンドイッチ構造でこういうふうに埋め立てなきゃいけないとかってあるから、やっぱりその管理会社とちゃんと契約を結んでた。運送はもちろん当然です。ほとんど今市町村が自分が、昔は自分の職員がですね、何かの何もやってましたね。焼却炉の運転管理だとかそういうのもあって、あるいは運送なんかをやってましたけど、今はほとんどやってないの、2回だと再されたんですよ。だから法律上もですね、
違反しているということは、この住民監査請求を出しましょう、これはどうなっているのかなということで、情報公開なんかやってみたらいいんですか。そういうことだから、物事はですね、まあ、しつこくやって、それで、一回ちょっとね、住民の抗議行動だとか、診療活動だとかっていうのやって、ちょっと形を変えてやるとですね、全然違う手口が見えてくるっていうことはよくあるんです。で、今回はちょっと、それで成功したのか、どうなのかよくわかんないんですけども、まあ、少し成功した。僕は、まあ、仙台の人なんかには、仙台の人たちが、これやってくれたおかげで、北九州泊まって、で北九州泊まってて、東京泊まらないわけにいかないから、全部結局、全部泊まることになって、でその影響を受かったら何だろうって言ってるんですよ。まあうう宮城県の監査請求というのは、はい、ちょっと大阪とは違っていると思うんですけど、はい、そんなふうな、それは岩手県にもかなり近くなると思うんです。宮城県はね、はい、いや、あ、そうですね、出す側ですからね。出す側なんで、財政的に責任問われます。で、どの責任が一番問われてくるかっていうと、それちょっと、あとの話とも関係する、いやいや、大丈夫なんですけども、結局ですね、皆さんが、多くの皆さんが思い違いしていることがありまして、瓦礫の攻撃から国が主導でやってきましたよね。それは事実なんです。でものすごいとんでもない形でやってきた、うん、つまりお金の手当てだとかっていうのを国がやってきた。だけど国がやってる事業じゃないんです、うん、あくまでさっき言いましたように被災自治体の瓦礫の処理の責任は市町村にある、うん、責任がある市町村が県に処理を委託をして契約をして、ほんで委託されたところが今度はこれはまあ事務の地方上の事務の委託っていうんですけども、これは例えば清掃工場を作るときに一つの市町村だけだと大きな清掃工場は作れないと。だからいくつかの市町村で一部事務組合を作って、一部事務組合っていうのは どういう意味かっていうと、自治体の一部の事務を、に特化して、清掃工場の一部事務組合。場合によっては、公立病院なんかやるからなんです。僕なんか住んでるところに、昭和病院ってあるんですけども、それ周辺の自治体がですね、医療福祉の部門でみんなお金を出して公立病院を運営する。府中の方へ行けば競馬場がみんなでやってます、うん、でもうちょっとあちこち行くとですね、競輪場やったりとか、それも同じなんです。みんなで一部分プラネタリウムをやる場合もそうです。でそういうのを事務の委託っていうんです。本来その自治体がやらなきゃいけない業務を、ね、どういうふうにやるかということを含めてもう委託しちゃう。で委託されて今度はこのさっき処理の委託って言った、処理の委託っていうのは運搬をやってください、あるいは廃棄物の取り分、もう処分、処理処分をやってくださいっていう感じで委託される。この処理の委託っていうのは廃棄物処理法上の委託です。でこれはさっき言ったように再委託は禁止されると。だから今回のは、環境省が主導でやりながら自治体間の自由意思で、お願いします受けますっていうふうにして、
で、その獣医師でやったことに対して国がお金を出しますって言うんです。その代わりお金を出すときにちゃんと法律に基づいて処理処分がなされているかというのはちゃんと点検しますよ。だから国はね、旗を振ってあんた方やんなさい、あんた方やんなさいっていうふうにやっときながら、あの問題が出てきたときに責任どっからやったら取らない、責任取らないで、むしろこんな使い方やってたら武力に出せませんっていう、そちらの側に行っちゃうんです。ものすごいです。だけど、まあ、ただ今回の場合予算したときに、あの核の瓦礫ですよ、核の瓦礫っていうか、もうゼネコンに全部委託されてるやつだから、一トン単位ともないわけだから、核の瓦礫を前提にして予算だとしたんで、あの詐欺の未遂じゃないかな。でも実際にあの広域化で北九州の試験消極だとか、そういうところ一部分やられてるし、実際に行われてる。だからあの国家の詐欺罪です。で、話をそのもう一回引き戻すと、あの復興予算の流用化っていうのを、この2、3ヶ月前にちょっと大騒ぎになりましたよね、新聞なんかで。あの東北復興予算が、自衛隊機の購入に充てられたりとか、東京の税務署の耐震の手当になったりとかっていうことで、これは復興予算の流用じゃないかって新聞騒いでたでしょ、あのメディアが。だけどこれはもう広域化自体が復興予算の流用です。それを書いてくれ書いてくれって言ってるので、もうちょっとで書かせようっていう新聞に、うん、他になんか、あ、いいですか。はい、はい、どうぞ。まあ、今の件ですけども、はい、あの責任問題っていうことについて話したいと思うんですよ、ね。はい、これあの何回もの市長とそれから市の当局とね、まあ、それも横手市なんだけど、今瓦礫処理やってて、まあ、盛んにやってるんだけど、野田村のものをね入れて、で責任問題で知るんですよ。事故が起こった場合に誰が責任取るんだというのを、まあ、これは何百言うんですよ。そうすると市の職員と市がこう政治があるんだけども、それは当然これはもともとは市の仕事なんだから、そこだというふうに一応は言うんですよ。ところがこれは市の職員言うけども、ま、あのそばにいる市長はね違うって言うんですよ。いや確かにしたらそうだけども、我々は担当でやってるんじゃなくて国からやれって言われたものをやってるんだと、ね、で運営所長なんですよ、はい、でそれが 県から、ね、それからの市に、ね、やるようなことの指導が受けてるわけだから、そういう点でただ市の責任だと言われたと困る。責任はまあ確かに市長の責任はないと言わないけども、そうじゃないというふうにまず言うんですね。ちょっと待ってくれと。それは市はそれは都合いいこと言うかもしれないけども、もともとはこの仕事っていうのは自治体仕事なんだから、他にその頼まれだとか国だとか県だとかって言うなと。お前の責任なんだから、市がこの判断すればいいんだから、やるのをやらないのもお前の責任なんだからというふうに言うと逃げるんですよ。市長はね、まあ、だからその点をね、やっぱりきちんと我々と理解するというか、だからその市長は必要あるんじゃないかと思う。市長さんが言うのは道理があるんですよ残念ながら道理っていうか、いやいや、ね、頼まれたというな、そのことであれば確かにそのところあることは事実としてあるんだろうけど、でもね、国からただね、道理があるんですけども、ただ実際的に見たときにはね、今の説明した仕組みから言うとですね、あの市の責任でやることになった。市の責任で。それで、その、あの災害廃棄物安全評価検討委員会っていうところで検討して、で、
その検討最中に原子力安全委員会から通知が出されてきたときにちゃんと一筆入れてるんです。原子力安全委員会はこういう方針出したんです。瓦礫についてはですね、焼却していい、市町村の焼却炉で焼却していいと、ね、それは何でかというと、バグフィルターついてるから、ね、放射性物質がもし含まれて混入してたとしても除去できますと。で、埋め立て処分するのにあたって8000ベクレル以下だったらいいです。ただし再生利用するのは従来の100ベクレル以下ですっていう、そういう通知通達を出したんだけど、ね、これは参考だっていう。これを実施するにあたって周辺住民だとか作業する人間にの健康だとかその周辺の環境に影響を与えないようにしなさいよと書いてある。だからそれは僕なんかはわーっと そのことはあのなんていうかインターネット上もそういうのをわーっとあの流していきました。つまりうかうか国の話だからということでうかうか乗って市町村がやってしまってもしいろいろ健康障害だとかそういう問題が出た時に市町村の責任に なってる法体系になってるんですよって国がねやれやれって言ったからって普通はやれやれって言った時にはどういう根拠があるんですかと。強制権あるんですか。強制権なんかないんです、うん、今回だからあっちこっちでみんながあれじゃないですか。札幌にしたって徳島にしたって、うん、あの愛知にしたって反対するとこは反対してる、うん、新潟の知事も反対してるわけです。みんな反対してる。反対してること自身が法律に違反してるわけです、うん、正当な、うん、だからまあある意味で言えばですね好きでやってるんです、市長。だからそれはあのそういう向こうが説明したときに、うん、確かに国の通知通達ありますよ、うん、通知通達あるけどもご協力くださいという場合でしかないですよね、うんうん、そうです。だから今回あくまで、あのなんていうかこれは法律的にあの公益化しなきゃいけないという話じゃないです、うんうん、ただ市町村は瓦礫の処理をしなきゃいけない、うん、その処理のやり方としてはいろんなやり方がある。時間をかけて自分のところでやるというやり方もある。あるいはもう早く処理したいからあの県に委託したというやり方もある。被災地はね、そのどういうことで、例えば我々の秋田県だから、岩手県の知事と秋田県の知事が協定を結んで、そして強制再誕じゃないけれども、調整ということを使うんですね。ね、強制は言ってない、我々はやれと言ってるんじゃないんだと。協力してもらいたいと言ってるんだけども、強制じゃないんだから何か起こった場合について言えば、我々の責任じゃないと。いうことをの我々の質問状に県が答えてるんですよ、はい、ちゃんと書いてあるからね、はい、だからそういう場合に我々はあの強制した覚えがないんだから事故が起こった場合にはあんたの責任なので我々の責任を忘れて困るなと、まあ、あくまで調整ですからいいなというふうなことをね。国の立場はですねあの安全なことをやるんで安全なことをやるにあたってですねもし事故が起こった時にもう予算措置なんていうのはやりませんというのは国の立場。いや、あのそれやればいいんですよ。だけど国はそれやらないでですね。で、あのもう晴天霹靂ですと、ね、全くの想定外ですというふうに言い抜けられるようにやばいことは。やってないやばいことというかそういう予算措置もない、うん、予算措置をやること自身が、うん、あのそういう事故があるということを、ね想定することになるんだからということでやってる、うん、じゃあ市町村が相互にやってる市町村がやってるかっていう市町村もやってる、うん、でやってないんだけども
住民総理は納得しないじゃん。説明会の時、環境省の役員呼んできて、環境省の役員に出社をやらせるわけです。聞かなきゃいけないのは、ね、事故起きた時の予算措置やってるから、うん、やってないんです。うん、やってないでどうするんだっていう。で、あのそもそもあの、汚染物を運ぶ場合だと運ぶ基準も作ってない。目安値っていうのは僕なんかわわ言ったので目安値っていうのを作ってるんですよ。目安値っていうのは埋め立て処分していいのが8000、ね、で30焼却具合33倍濃縮されるんで8000から、元のあれでやると240ベクレルのものまでは燃やしていいっていうようなもうむちゃくちゃな計算です。焼却度だとか、燃焼条件だとかそれによってもうあの濃縮の率なんていうのはいろいろ変わるわけですよ。燃えないものがあった時には濃縮されないわけですよ。いろいろあるわけですよ、条件が。だけどもう本当に適当です。つまり基準を設けてない。それであの大学審の時もあの基準は設けてないでしょっていうあのへりくつ言うんですよ、環境省の役員が。だけど大学生って消極性で発生するものなんですよ、ね、だけど今回のものはもう外気の中にどれだけ含まれてるかどうかっていうか測ることができる。そしたら少なくともこれ以上のものはやってはいけませんっていう基準を突き止めなきゃいけない。そういうこともやってる。それはね、愛知県の知事が言ってますね、環境省に。それに対して環境省はね、いや、それぞれの焼却炉だとか、それぞれの状況があるんで、あのそれぞれで決めてくださいってことなんですけどね、県の中に市町村がいっぱいあるわけで、その市町村が受け入れに当たっては、じゃあ我々のところは、こういう門前だったら、100ベクレルもやったら受け入れましょうとか、なんとかって適当にみんながやったらですね、県内の一つの秩序っていうのは保たれなくて、県自身が説明つかないわけですね。向こうは500ベクレルまでいいって言って、こっちは100ベクレルや。いや、100ベクレルも心配だってこと言ってる。どこに合わせるか、県としての見解はどうなんですかって聞かれるわけね。それで環境省に、ちゃんと統一した見解を出せって言ってて、とうとう出さない。それじゃもう徹底したもんだってことを我々ちょっと勉強しても分かるんだけど、ただあの地元の一般の市民っていうのはね、国が言われた、県が言われたんだから何か起こった場合そこで責任を取るのは当たらないだろうなっていうんで自分勝手に思ってるんだけど、まるで違うってことはね、ほとんど知らないからね。いや、まあ、そういう意味で、まあ、知事もね、知事も、市長もね、これはただ単独で決めたんじゃないんだから、こういう事態で今やろうとしてるんだから、そういう点では黙っておくことはないだろう、ちゃんと救ってくれるだろうなんていうようなことを言えば、あ、そうかよ、そりゃそうだよななんていうね、触れてる方はその市民が、まず後で言うわけですよ。本当は違うんだけどね、うん、そうは知らないというのが。憲法論までいけば、我々がその安全で安心できる生活を送っていく、それを保障しなきゃいけないというところで、それを打ち破るという事態が出てきたときには、当然、何らかの責任を 問われていくんですけどね、法律論の話の中では、保障だと言っても何もない、うん、そうすると、また長い年月かけて、ね、裁判でもやっていかないと決着がつかないというのが。そういう、さっきの話の範囲ではいかがでしょうか。
何かご質問ある。宮城県の、ね、はい、あの住民監査請求は、はい、具体的にどのような請求したんでしょうか。宮城県の場合はですね、はい、やっぱり宮城県のやつは、あ、いいです、後で、ああ、そうですね、はい、宮城県のやつも僕あの持ってますんで、あ、そうですか、はい、はい、あ、なんかちょっと、はい、いや、ちょっと難しかったんで、はい、すいません、どうもありがとうございました、はい、ちょっと5分だけ聞いてみて、はい、5分だけ聞いてみて、